闇の戦士さん。闇の戦士。ええ、私の名はキリエロイド。あなたを蘇らせたもの。どうかお姿をこちらへ。レビアが来た。てめえ、俺が何者か知ってるのか。ええ、あなたは破壊のドールと呼ばれる闇の力を凝縮されたスパークドールから生まれた存在でして。ドール、俺は人形だったのか。はい、ですが一つあなたを蘇らせた時に問題が起こりまして、復活の際に力が二つに分かれてしまったのです。今のあなたである闇の姿、ウルトラマンと呼ばれる光の姿。なぜ闇の力のドールから光が生まれるのだ。あなたがかつて光の力を持つウルトラマンだったからです。レビア、しかしあなたは力を求めるあまり悪魔と契約し、今のお姿闇の力を手にした。そうだったのか。せい、何も思い出せねえ。おい、なんで俺には記憶がないんだ。おそらく二つに分かれたのか、記憶が全てもう片方に持っていかれたのか。なんだと。じゃあどうすれば俺に記憶が戻る。二つの力を一つにすればいいのではないでしょうか。闇の力を持つあなたがもう一人の光の戦士を消滅、もしくは吸収すれば。俺は記憶を取り戻せる。ですがそれだけではあなたの力は完全にはなりません。本来の力を取り戻すにはあなたの記憶のみが知っているあるものが必要なのです。なんだそれは。混沌のスパークドール、相反する全てのものが混ざり合ったカオスの究極体です。それを取り込んだ時、あなたは破壊と混沌を司る最強の姿に戻るでしょう。混沌のドール。おい、てめえの目的は何だ。俺を復活させて何を企んでいる。私はあなたの力をお借りして復讐がしたいだけです。私から主を奪ったウルトラマンに。ウルトラマンだと。ええ、その光の戦士を連れてこい。俺の記憶と混沌のスパークドールを取り戻す。仰せのままに。これだけの子供たちがいれば彼もすぐ来てくれることでしょう。人間どものピンチには必ず駆けつける。予想通り。さあ、あなたの記憶にはあるはずです。混沌のドールのありか教えていただけませんか。無視です。では力ずくで聞き出しますか。いいんじゃないのですか。早くスパークドールズの場所を喋って楽になったらどうです。気持ちようですね。このままウルトラマンが危ない。みんなで頑張れの声をかけよう。せーの。力に変えると。だが
自分でも気づいているんじゃないのですか。今の状態は本来の力とは程遠いこと。何か言ったらどうです。まさにあなた喋れないのでは。そんなバカなことが。いや、闇の戦士は記憶を失っていた。だからあなた代わりに言葉を。俺が記憶、お前が言葉か。お互い大事なものをなくしたな。闇の戦士様、こいつが光の戦士です。さあ早く奴を倒して本来の記憶を取り戻しましょう。当然だ。そして混沌のスパークドールとやらを振り、俺は本来の力を取り戻す。何も言っていませんよ。君は騙されているか。またおい、なんだこの声、誰だ。さっきからどうしたのですか。私には何も聞こえませんよ。騙されるされる。奴には本当の目的は。まさかお前が話しかけたやつ。そいつから離れろ。おい、大丈夫か。ドラマン議員が思ったよりも早く駆けつけてきました。おい、誰だこいつは。私の主を倒したウルトラマンですよ。どういうウルトラマン。まさかお前、破壊の道路をダークライブして。ええ、ですが見ての通り光の戦士まで出来上がってしまいました。消し去りたいのに邪魔しないでもらえますか。光の戦士。確かにこいつには闇の力が見えねえ。水を渡せ。なんでこいつの中にスパークドールがあるんだ。何言ってやがる。ドール中。おい、とりあえずここは俺に任せて。早く逃げろ貴様。あなたの目的はあのウルトラマンを倒し記憶を取り戻すことでしょう。私に任せて、早く彼を追ってください。おい、破壊のドールを蘇らせて一体何を企んでやがる。ルフィエル様の復讐ですよ。あの破壊のドールの記憶が蘇りさえすれば混沌の力が手に入る。それさえあれば貴様ごとき敵ではない。混沌の力って、タロウが言ってたカオスの力か。お前、混沌の通りがどこにあるのか知ってんのか。今はまだ分かりませんが、破壊の通りの記憶さえ戻れば手に入ります。時間の問題でしょう。そんなことさせるかよ。まあ一つ心配の問いです。闇の戦士のことですよね。彼が今回の鍵になっていますので、扱いには注意が必要ですけど、ね、このままうまく動いてくれればいいのですが、ドールが手に入るまでの辛抱です。その際、彼はもう大組です。あなたは、ここでこいつと遊んでいてください。あくらい。Thank you.
利用されている。なんだこの声は。お前なんだろう。喋れないんじゃないのか。ああ、だが私たちはもともと同じ存在だ。テレパシーで頭の中に直接語り込んだ。そんなことが。だから私の話を聞くんだ。混沌の通り、カオスの力を持つ究極の存在が封印されたものだ。君に力を与えるものではない。何？おそらく、奴はカオスの力を復活させ、自らが混沌の戦士になろうんだ。だから、ことが終われば、君の存在は邪魔になる。君はカオスの力で潰される。混沌の道路ってのはそんなにやべえものなのか。おい、そいつは今どこにある。お前は知ってるんだろう。どこを見ている。さあ、闇の戦士様、これであなたの記憶は手に入ります。どうしたんです。早くそいつから記憶を吸収し、混沌の道路を手に入れましょう。そしてその道路を復活させて俺を倒すのか。何のことですか。こいつが俺に言ったんだ。混沌の道路はお前のためのもの、俺の力を取り戻すためのものではないってな。バカだ、何を言って。それにそいつは喋れないはず。俺たちはもともと一つだった。こいつは俺の頭の中に直接語りかけることができる。頭の中だと。そんな。ようやく追いついたぜ。なんか様子が変じゃねえか。銀河。おい、どこ見てやがる。まさか心配事が現実になるとは。おとなしく私に踊らされていればいいもの。それがお前の本音ってわけだ。ええ、本当の名前もわからない人形がまさか飼い主に歯向かうと。笑えませんよ。なんかよくわかんねえけど、お前の企みはうまくいかなかったみたい。勘違いするな。俺はてめえらウルトラマンも気に入らねえ。そして、 お前からは記憶を奪い取る。混沌の道路は全部終わってからだ。はあ、おい、何言ってんだ。バカな奴だ。せっかく騙されていたことが分かった。全員を敵に回すつもりですか。当たり前だ。闇が他人を頼ってどうする。かかってきやがる。まとめて相手してやるな。
スパークが闇の戦士に反応した。なぜだ。あれ、なんでこいつの中にスパークドールがあるんだ。あの銀河の言葉、まさかドールの在処はあいつの。さあとどめだ。てめえ一体何を動くだ。おい、あいつなんでラクダミスパークを。あなたのその行動、不自然だったんですよ。命を狙っているはずの闇の戦士、攻撃もせずひたすら構うあなたの姿が。どういうことだ。守っていたんですよね、こいつの体の中の混沌のスパークドールを。さあ、俺があいつの中で見た人形は。さあ、これでダルクルギエル様の仇が撃てる。ダークナイトカオスロイド。こいつが未来で会おう。ああ、
分かった。ありがとうな、ウルトラマンベリアル。この星の未来に幸あれ。しまったか。会場のみんな、今日は応援してくれてありがとうな。みんなは今日の俺たちみたいに、これからいろんな人に出会うと思う。その全ての出会いことが、かけがえのないものに変わり、みんなの未来への力になってくれるんだ。だから、そんな一つ一つの小さな出会いを大切にして、最高の未来を作ろうぜ。俺とみんなとの約束だ。それじゃあみんな、またな。今日の大活躍のウルトラマンシュート、どうぞ熱くお願いします。リン君、どうもありがとう。また会いましょうね。